はい、こんにちは。球神ロイヤルプレイしていきます。調理器具を身にまとう第二次世界大戦時代のバトルロイヤルゲームですね。さあ、久しぶりにプレイしていくんですけども。このね、やっぱ雰囲気、マップの雰囲気がね、どうもっていうか、なんかすごい好きなんだよね。結構絵綺麗だよね、これ。なんかものすごい絵が綺麗なんだけど、グラフィックも綺麗だし。このね、床の地面の感じとか、なんか、超綺麗なんだけど、これ。あ、マップが好きっす。うわ、なんか、待って、空いてるな。やばいな、これ。ちょっといる。絶対いるな。ちょっと武器何にも持ってないんで、逃げましょう。あー、この雰囲気。超平和。色がね、いいね。なんか頭に、調理器具早速かぶってんだけど、これどうやって固定してんのかね。肩になんかつけたり背中に背負ったりするんだけど、どうやって固定してんのかちょっと詳しく知りたいところだ。球神ロイヤルのね、そういえば武器いろいろもう使ってるんだけど、単発の銃が強いイメージがあるな。あと AKM だね。AKM はやっぱ強いね。なんかボックスからしか出てこないらしいんで、結構レア武器なんだけど、AKM はやっぱ強いね。あれでヘッドショット決めれればかなり勝てる武器なんじゃないでしょうか。あとは何かな。PPSH も結構強いんだけど、なんかね、あんまり当たってない、当ててもなかなか倒れないイメージが、印象があって。それよりは M1 ガーランドとかな、単発の銃で頭狙った方がいいのかなっていう感じですね。あと結構遠くもね、当てれるんで、セミオートのライフルが強いかな。まあ、MP なんだ、ベルグマン系の武器とかも結構使いやすいんでね、マリチャリなのかなと思うんだけど、射程距離がね、短いんで、あと、今拾ったこのショットガンか。ショットガンなんか使いにくいんだよな。あとね、このゲームね、この塹壕に必ず何かしらアイテムが落ちてるんで、塹壕見つけたらもうひたすら塹壕端から端まで漁ってみるのがね、いいね。そしたら大体のものが集まるんでね、食べ物も落ちてるし、ハンドガンとか、マシンガンとかもね、全然落ちてるんで、ここ拾うと結構有利に立ち回れるんじゃないでしょうか。あ、結構見つかった時のね、対処もしやすいんでね、遮蔽物なんで、ここ。さあ、まず。ああ、これライフが10アップすんのか。なんか特殊能力を得られるのもね、いいよね、システム的には。なんか走る速度が倍になったりとか、ジャンプ力が何倍にもなったりとか。お、肩に調理器具をはめていく。絶対これ固定できないでしょ、この状態で。で、なんか今、天使の輪っかみたいなのつけてるんだけど、これね、結構ね、これのせいで場所がバレたりするんで。お、ちょっと待って、銃声。PPSH かな、あの音は。サブマシンガンかな。かなり、ファイアレートが高いんで、PPSH か PPD のどっちかかな。さあ、早速。サーチ&キルしていきたい。PPD か。まあ、PPSH と PPD なんか違いがよくわかんないんだけど。同じようなね、ドラムマガジンをぶっ刺すタイプのサブマシンガンかなってところまでは知っている。さあ、塹壕を使って。これでも丸見えなんだよな。ちょっと外それのせいで場所がバレるんで。おっと？つか、あの食べ物をカバンに入れてるんだけど、皿に入ってんだよな。あれをどうやってカバンに入れてるんだ。いやー、風車。風車きれい。いや、このなんか車の通ったさ、道っぽいのがなんかリアルでいいよね。この土の感じとか、土の中に溜まったちょっと水の感じとかがめっちゃリアルなんだけど。
さあ、あの拠点、誰もいない、誰もいないかな、あれ。お、ああ、ハンドガンか。ハンドガンもあるからいらないんだよな。なんだこれ。ああ、お尻の防具。これいらねえな。なんか背中とお尻だっけな。の防具はね、絶対に。あ、これいい。このサングラスめっちゃ大事。反動がちょっと減るんですよね。このサングラスかけると。フルオートでバリバリ打つんだったら絶対かけておいて損はない。範囲がな、あ、な、このゲーム結構ね、範囲狭くなるのが遅いんでね、わざわざ車とか乗んなくても走って結構追いつけるんだよね。あとなんかめっちゃ足速くなる、膝につける羽みたいなのあればね、もうまず範囲で、範囲外に出て負けるなんてことはまずないんでね、なんかあんまり範囲外ルーズっていう感じのゲームメイクにはならないですね。ちょっと何言ってんだかわかんないんだけど。もうこの土の感じたまんないっすね。今んとこ敵が見当たらないんでね、ちょっと武器も持ってるし、このショットガンで敵を倒していきたいところだが。ドアが開いてる。お、なんだ？カーが落ちてるな。MP40 あるんだね。MP40 の方がいいな。いや、これ、ショットガンいらないかな。ショットガンだったら、近くで交戦してる。カーの方がいい。で、マガジンを持って。よし。MP40 で。どこだ？どこに？こっちの方から落としたんだよな。いないか。いない。お、ちょっと範囲外に出てしまったんで、範囲内に移動しつつ索敵をする。さっきのやつがどこに行ったかな。見えないな。先に渡ってしまおう。この結構ね、水の泳いでる音がね、すごい目立つんだよね。この簡単に追いつかれちゃうんだよな、これ。見つかっちゃうの。おっと、120。お、2個。M1918 か。いるね。どこだ？の中っぽいんだよな。ちょっともう割と近距離戦になりそうなんで MP40 持って攻めていきたい。中にいる？いないか。この辺にいるとは思うんだけど。なんか入ってみる？うわ、やばい、声が。
足音がしないんだよな。まあいいか。範囲の中に入っていきましょう。お、待て。あ、つがいるし。さあ、あれバレない。バレてないよね。バレてないか。ヘッドショット。よし、倒した。全然バレてないやん。完全に後ろ取った。車で来たの、この人。ちょっと待って、カバン、ラージバッグ持ってる。お、AKM 持ってる。よし、AKM いただき。あとは、あ、マガジンね。で、まあ、この辺のアーマーは持っててもいいんだけど。これ音鳴らないんで、つけといても OK ですね。あ、ちょっと待って、音が聞こえる。どこだ？近い。このね、過去がこういうから、絶対にね、アーマーつけない方がいいんですよ。気づいてないのかな？めっちゃ今撃たれたはずなんだ。どこにいる？いた！いたいたいた！あははは。グダグダすぎる。もういいや。さっさと円の中に入っちゃいましょう。あ、いる。めっちゃいるやん。はい、倒してくる。なんだ、俺から目の前に敵が出てくるけど、見つからないんだが。お、レベル3のヘッドアーマー。もうカーいらないな。PPSH、PPD でいいか。あとは、あー、こっちの方がいいかな。正直、AK もあるしな。AKM があるんで、いや、どうしよう。なんか、近距離戦が、遠距離はね、AKM ぶっちゃけ持ってれば、AKM も遠距離戦できるんでね。こっちで行くかな。まあ、倒したらまた武器奪いましょう。で、180度索敵して、後ろも注意。さあ、早めに円の中へ向かっていく。残り6人か。このマガジン性たまんないよね。19、14でマガジンチェンジしたら14、19になるんだよ、これ。アイテムが落ちてる。赤か。多分欲しいもんもう手に入んないな。アイテムぐらいかな。ぴょんぴょんするやつに別にいらないしな。いでででで。ちょっとやばい。いるか。索敵しろ。敵の姿が見えないんだよな。弾が当たんなきゃいけないのがつらいな。ちょっと左回りで行こう。さあ、飛び込め。この音がうるさい。よし。6人から減らないな。
後ろか。さあ、右から入っていく。右じゃない、左か。あ、いいね、この感じ。よし。エリアは大丈夫だな。なるべく上を取りたいけど、遮蔽物を利用して敵に見つからないようにしていきたい。弾は残り AKM が30発ちょっとか。いるか？ちょっとこれうるさいんでね、外しましょう。装備ね、ぶっちゃけない方がいいんだよね。過去が濃いし。さあ、次の円に入っていく。外から回っていきましょう。多分この外にはいないと思うんでね。あ、ここいいんじゃない？さあ、こんなが入っていこう。で、さあ、この端を陣取っていく。いや、ここ怖いな。ここ怖いな。大丈夫かな。よし、ここにしよう。結構この展開が早くていいね、このゲームは。いやー、家の中にいたらきついかな、この位置じゃ。まだ見つかってない。家の中いるの？これ。残り5人になってる。さあ、次のエリア。どこになる？あー、ちょっと右にずれたか。出てきたところを撃ちたいが、一向に出てこないな。姿が見えない。みんな報復かな？ちょっと待とうか。いやー、あの家の奥かな、やっぱり。お、4人になってる。残り4人。奥で戦ってるっぽいな。おっと、奥？あー、そこか。遠い。ちょっと場所変えよう。やっぱここになるんだよね。さあ、ここで待機。残り3人。あと2人だよ。結構あれじゃないの？ここ位置的にはかなり有利なんじゃないの？あ、いた。いた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 。いたぞ。あ、あっちから撃ってる。いや、撃たない方がいいな。ちょっと遠いな。今、見っかって、奥の二人で撃ち合ってるんで。だいたい場所わかってるかな。目の前の原っぱに二人はいるんで。いたいたいた。あいつちょっとやれそうだな。二人で倒し合ってもらった方がいいかな。あ、あれやれるな。やっちゃおうか。いた。よし。マグチェンジして、弾多い発に、多い方にしておく。さあ、残り14発の AKM で、あと一人。あと一人も奥にいることは分かってる。往復で絶対に、動いてるはずだ。さあ、どうする？超ガン有利か、これ。どこにいる？
もう目の前にいるはずだぞ。一度回られてないよ。あ、いた！いたいたいた！よし、いけ！いけ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 。そこか！そこだ！うおぉ！ヘッドショットし優勝！4キル ?4 キルだっけ ?5 キルじゃないっけ？なんとか勝てました。お、5キルになった。ヘッドショット2の5キルで優勝です。あー、楽しかった。以上です。